ハンブルク、ハンブルク、ザクセンゴ、ヘクタールミリバール海は、ドイツの北部に位置し、エルベ川川口から約100キロメートルほど入った、港湾都市。正式名称は自由反座都市ハンブルク、フライエ、ウンとハンゼスタットハンブルク。行政上では、ベルリン特別市と同様に、一市単独で、連邦州、ラントを構成する、特別市、都市州なので、 ハンブルク特別市やハンブルク州と呼ばれる人口約175万人国際海洋法裁判所がある。ハンブルグと慣例的に表記されることもあるがドイツ語の発音ではこの語尾のグラムは無声音であるためカナテン社はハンブルクとなる。現地での定置ドイツ語系の定作戦語に属するまたはによる半分比や定作戦語の半貌補の発音も聞かれる。 町の語源は、古ドイツ語の、ワンの城に由来する、ハム、イコールワン、ブルグ、イコール城。漢字表記の、カンホは、ハンブルグの音訳であり、日本語と、中国語の両方で同一表記である、漢字の、ホは、リデを意味しており、ブルクの直訳。ハンバーグの語源は、ハンブルクの労働者の食事として流行っていた、タルタルステーキから来ている。英語でも、ハンブルクのことを、 ハンバーグに近い発音で呼ばれる、英語でブルグはバーグ。なお、フランス語では、アンバー、アンブールと表記される。エルベ川の支流、アルスター川の河口にある、港湾都市でドイツ北部における経済の中心地、シュレースビヒコールホルシュタイン州とニーダーザクセン州に境を接する。近隣の都市としては、約8 0トル北のキール市、5 5トル北東の、 リューベック市、9 5トル南西のブレーメン市、9 5トル西のブレーマーハーフェン市、9 0トル東のシュベリン市などが挙げられる。地域はアルスター川東岸の旧市街と西岸の新市街、それらを取り巻く地域からなる。旧市街は昔から商業地域の中心で数多くの運河が流れている。町の景観の特色の一つが、 運河に架か,かる橋で、アムステルダムとベネツィアを合わせたよりも多くの橋がある。その他の名称としては、港に架か,かる長い吊り橋ケールブラント橋や、アルスター川をせき止めて作った内アルスター湖と、外アルスター湖。現在では、旧市街を囲む、公園、遊歩道となっている古い市壁跡地が挙げられる。また、ナイトクラブが並ぶレイパーバーンは、観楽街として有名である。 6世紀には、エルベ川川口に、港湾都市として存在しており、バイキングの襲来を受けている。808年、カール大帝によって、前哨基地、ハンマブルクの城塞が築かれ、811年には、キリスト教の布教を、さらに推進する目的で、砦の近くに大聖堂を建設し、ハンブルクとしての基礎が整えられる。この大聖堂は、 間もなく北ヨーロッパのキリスト教文化の中心となしばしば敵対する民族に攻撃された。834年、ベネディクト会の大使教座が置かれたが、北方民族の略奪を受けて、848年に近くのブレーメンに移された。ハンブルクは、デエン人やスラブ人の襲撃にも持ちこたえ、1189年には、神聖ローマ帝国のフリードリヒ一世から、 船舶高校の特許状を受ける。この特許状は、第三回十字軍への貢献の報奨として、与えられたもので、商業上の特権を認めるものだった。また、関税特権、経済特権を獲得したことで、公益都市としての発展が進み、1241年にリューベックと、1249年にブレーメンと、防衛同盟を結んだ。同年、シャウエンブルク伯爵より、 完全な自治を許され、貨幣製造権も与えられる。このことがやがてハンザ同盟の成立へとつながっていく。高高同盟のビール生産地に過ぎなかったハンブルクは、リューベックが衰えるのと反対に繁栄し富裕な有力都市の一つとなった。その後、1410年、1510年、1618年と3度、新生ローマ皇帝から自由都市の特権を与えられ、自治権を、 獲得維持した。1529年には宗教改革を受け入れ、ルター派やカルバン派の避難場所となった。1558年、アントウェルペン取引所にラってが設立され、そこでは植民地生産物だけでなく、証券、保険に関する取りも集中処理された。その後、30年戦争によりファンブルクの商業は大打撃をこむった。しかし、フランスで、 コンテーヌブローの直令が出て逃げてきたユグノーが当時において先進的な工業技術と潤沢な資金により復興させた。1709年からアメリカへの移住が始まった。1720年、ユグノーに厚いプロイセン王国がオランダへ黄金海岸を売却した。この頃よりサンクトペテルブルクの開発が進み、それにこうして、 ロシア帝国に干渉し、オスマン帝国を攻撃するための政治、経済、軍事拠点としてハンブルクは活躍するようになった。1810年、ハンブルクはナポレオン一世の軍隊に占領された。しかし、ナポレオンの没落後再び自由都市となり、1815年にドイツ連邦に加盟した。この頃に、 スペイン・ポルトガルから独立していたラテン・アメリカ諸国が欧州との貿易を望み、ハンブルクは旧来の取引関係をさらに拡充する機会として積極的に応じた。1842年に4日間にわたる火災で市街地は被害を受けたハンブルク大化。1871年のドイツ帝国成立の際、ハンブルクはどこの州にも属さず独立を維持した。 1892年には、これらの流行で8605人もの死者が出た。この時プロイセン王国に属するアルトナ市は、市街地をハンブルクに隣接させていたが、水道を露過する設備を整えており、これらの侵入を全く阻んで小季節の終焉をもたらした。1918年11月のハンブルクの人民放棄は、ドイツ帝国崩壊の先触れとなり、短期間ではあるが、 社会主義のレーテ共和国が樹立された。第二次世界大戦では潜水艦基地が置かれ、連合国軍のハンブルク空襲により多くの市民が命を失った。1946年が戦後初の市長となった。1949年にドイツ連邦共和国西ドイツが成立し、ドイツ通信社が発足した。現在も市民にはプロテスタントが多い。 政治的には、中道左派のドイツ社会民主党、SPD が長期間姿勢を担うなど、南ドイツ第一の都市、ミュンヘン市とはサッカーに限らずあらゆる点で対照的でる。ミュンヘンのあるバイエルン州はカトリックの地盤であり、政治では保守政党のキリスト教社会同盟、CS の勢力が強い。2011年里 SPD 党首のオーラフ・ショルツが市長を務めて、 いたが18年3月の中央政府入閣に伴い、同盟90、緑の党、グランノが代行しており、3月28日に SPD のが就任する予定。の定数は121。2015年2月15日に行われた前回選挙の結果は以下の通りである。2007年、SPD は自由、公正、連帯をモットーに、ハンブルク綱領を採択した。 2009年6月以降、10票制を採用した、小選挙区後比例後、2011年に惨敗したセディは、さらに議席を減らし、反 EU の右派新党、ドイツのための選択肢が6.1%の得票を得て、初めて議席を獲得した。一方、2011年の選挙で、単独過半数を確保した、SPD も第一党の座は維持したものの過半数を、 割り込んだため、緑の党との連立政権を樹立した。2013年の連邦議会選挙で全議席を失うなど、党勢の体調が続いていた FDP は議席を維持している。ハンブルク特別市は7つの区域、ベトザークに区分されている。ブレーメン市と同様に、中世以来の自由都市としての地位を現代まで維持している。ベルリン特別市に次ぐドイツ第二の都市である。 中世より、ンザ同盟の中心的役割を果たした都市の一つでもあり、エルベ川沿いの港湾商業都市として発展した。コンテナ貨物用の広大な施設を備え、造船と船舶修理用の大きなドックを持つ港は、ドイツ第一、欧州連合第二の港湾規模、大小約500の海運関係企業があると言われている。鉄道と高速道路網によって、 中央ヨーロッパの諸都市と結ばれ、ドイツ最大の物流拠点となっている。1999年、ハンブルク証券取引所が、ハノーファーニーダー作戦取引所と合併した。2000年、ハンブルク空港にアビアライアンスが参入した49%。近年ハンブルクは、産業構造改革の一環として、技術集約産業の誘致に熱心で、 多くの多国籍企業が拠点を置いている。エアバス社が専用滑走路を持つドイツ最大の工場を置いている。他、ハンブルク空港にはルフトハンザテクニック社がある。また、モンブランや日本名ニベアカオで知られるバイヤーズドルフの本拠地でもある。現在、大型クルーズ船の桟橋や文化、商業、居住機能を持つ臨港地域、ハーフェンシティの開発計画が進行中である。 ハンブルクは1998年に電力自由化を遂げ、やがてバッテンフォールがハンブルク電力会社 Q を買収した。その後バッテンファルは市内で石炭火力発電所の建設計画を進めたが、地球温暖化の観点から市民の反対運動にあった。訴訟なども経て2008年にハンブルク市は建設を認めたが市民はこれに納得せず、 バッテンファルへの不買運動を展開した。市が持つ公共空間利用権の付与権限が市民の強力な武器となった。2011年にハンブルグ市は市が25%、バッテンファルが75%を出資する共同会社の設立を提案し、配電事業の経営に市民の意向を反映させることを約束した。しかし、これに満足しなかった市民は、 あくまで100%の出資を主張し、2013年9月に住民投票に持ち込んだ。その結果、僅差であったが、市民の提案が支持され、50.9%、市も100%の電力網公社の設立に同意した。2014年、ハンブルグ電力網公社が、バッテンホールと EON から配電網を買い取り、配電事業を開始した。2014年、 RWE の子会社がアルファグループの L1 に買収された。ドイツ連邦は2011年8月に原子力法を改正し原発再稼働を禁じた。しかし RWE と EON とバッテンフォールは財産権の侵害を連邦憲法裁判所に提訴した。全2社は残存発電電力量を事業者固有の財産と主張。バッテンフォールは ドイツ政府の政策変更がエネルギー検証に関する条約の定める外国企業の財産権侵害に当たるとして投資紛争解決国際センターに調停を申し入れその上で連邦憲法裁判所へ提訴していた2016年12月6日連邦憲法裁判所は政府の賠償責任を認めた具体的な賠償額などは示していないが電力会社は 今後の訴訟や交渉で賠償請求するための根拠となる。2017年7月7日から8日、ハンブルグ市内で第12回 G20 首脳会議が行われた。会議に合わせて7月6日より市内で大規模デモ行進が行われ少なくとも1万3000人が参加。一部は暴徒化し、警官75人が負傷した。オペラハウス、実際は 私立だが、独立性の高い政府組織を持つ、他の州立歌劇場と同様、一般には、ハンブルク国立歌劇場と呼ばれるは、モーツァルト以前のイタリア語オペラ前世紀にもドイツ語、ペラ上演を盛んに試みていた名門であり、専属オーケストラは、ハンブルクフィルハーモニーの名で、コンサートも行う。同歌劇場は1970年前後に、北ドイツ放送と共同で質の高いオペラ映画を、 多数作詞、それらの一部は現在でも DVD などで親しまれている。18世紀には、ゲオルク・フィリップ・テレマン、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハが、ハンブルク氏音楽監督を務めた、ロマン派時代の作曲家、フェリックス・メンデルス・ゾーン、ヨハネス・ブラームスの生誕地でもあり、NDR ・エルプ・フィル・ハーモニー管弦楽団の本拠地でもある、ビートルズが、 下積み時代に活動していたことでも知られ、その英国デビューは、ハンブルクから来た男たちの触れ込みで行われたため、ドイツ人バンドと誤解されたというエピソードもある。欧州屈指の観楽街を持つ、市の中央にアルスター湖があり、観光客も多い。観光では、最近はエリカ街道の起点にもなっている。なお、横浜港が島以降である。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。